こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきましょう。さて今回は5位の筑波大蒲戦ですね。5連戦だったんじゃないかな。その最終戦ということで、終わったら一周休みをいただけます。まあ、ここはしっかりメンバーを揃えて勝っていきたいと思います。さあゴー。かなりチェンジ。おっと、節子か。はい、これで戦術はこのままかな。さあ、未来フィールド筑波、相手のホームですね。ということで勝率も相手の筑波大蒲の方が高いです。まあ、ここで勝ったら先が見えていく感じがありますよね。今、2勝1敗1引き分けだったかな。勝ち点が7だったはずです。さあ緑ナイスシュート。さあしかし早いですね。相手も取り行けナーコナイス。さあおっとつながらない。サヨが行ったんですけど、カナシュート抜け。ちょっとこの時間帯抑えれてますね。花子うまいが気をつけろ。おお、ピンチ。さあどうなる。出ましたね。ちょっとピンチが続きました。カット届かない。緑もうちょっとだったんですけど、さあ緑がうーんと門内捉えました。さあっと狂わせに効きますね。サヤが取りました。ナイス。おっとだが伊勢崎がどこだ。おお、夏希が正面でした。おっとこれはやばいぞと抜けた。クライスとサヤがもう疲れてますね。窓かかな。まなみで行こう。おっとカナも疲れてきてるのか。みゆき変えましょう。ここはさあ3人一気に交代です。おっとここで前半終了です。
ちょっとゾーンを広げてみましょう。状況ですね。相手に押されてる感じですね。さあ、着実1点決めたいとこですが。さあ、逆サイドへ、まなみ。おっと、ここうまい！くるみー先生！まなみの上げ方が、ほんと、フェイントかけるようで、素晴らしかったですね。スタート！ゴー！捉えましたよ、米山に。まだ走力がとにかく速いです。おっと、伊勢崎が要所要所で取りに行きますよね。さあ、ここ気をつけろ。おっと、若松ね、抜けた。ナイス。さあ、ここに彩香が入っていく。さつきから奈々子へ。さあ、緑チャンス2点目いい流れですね。後半一気に逆襲に出ました。まあ、相手もやっぱり守備が乱れてきてるっていうところはありますよね。緑が2点目を決めました。あんまり動けないんですけど、さあ、ここはパスします。ナーコが奪い去りました。おっと、よそ見をしてしまった。夏希がキャッチ。あっと、中野に捉えた。と、外しました。ピンチを逃れました。押されてるんですけどね、終始。そこは簡単に決めさせません。さあ、裏をかかり始めてるんで、そこは気になるとこですね。おっと、入れ合えてしまった。2点差で助かりました。じゃあ、全く動けなくなりましたね。スタミナ切れですね、これは。2人いるからな。ここで試合終了。見事に勝利しました。そして後半3分、これですよ。とチャンスを作り方がうまい。完全に裏をつく攻撃。決定力ですよね。さあ、もう後半終了直前になります。2点差ありますからね。1位がそのまま疲れましたね、隙を。まあ、もう動けなくなってますよね。肩で息してますよね。そしてここで試合終了です。
考えてみりゃ、枠内シュートも、もうシュート自体も3本なんですね。と、4個しか課題がなかった。意外。勝ちました。これ3勝目ですね。勝ち点も10、2位ですね。さあ、美穂が怪我から復帰です。これは助かります。女性者はいませんね。はい、ということで、次の試合をまたお楽しみに。はい、チャンネル登録、高評価などもよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。